皆さんこんにちは。キャンプ場の番犬タロです。これから僕たちの住処でもある神之川キャンプ場を相棒のトコと一緒に紹介しようと思います。私が神之川キャンプ場のマスコットのトコです。かわいいでしょ。いつも受付の付近にいるので探してみてね。わしのことも忘れるんじゃないぞ。あ、そうそう、こちらがキャンプ場の長老クーです。神之川キャンプ場のことなら何でも知ってますよ。頑固で口うるさいけどね。なんじゃと。さあ説明を始めるよ。神之川キャンプ場に来たらまず受付に寄ってね。受付って看板があるからすぐわかると思うよ。受付はお昼寝するにはとってもいい場所なの。トコ、そこで寝てたらお客さんの邪魔になるじゃろう。大丈夫よ。とにかく受付に来たら係の人の指示に従って手続きをしてね。釣りをする人やバーベキューをする人はここで申し込んでくださいね。受付のある建物には売店があって、キャンプ道具や氷、飲み物などが買えるわよ。お風呂もあるので利用してくれよな。キャンプでわからないことがあったら受付かわしに相談するとよいじゃろう。これからキャンプ場のいろいろな場所を案内するよ。まずはオートキャンプサイトに行ってみよう。ここは広々としていていつ来ても気持ちいいわよね。そうだな。川も近いんで風も爽やかで楽しいキャンプができると思うよ。いくら楽しいからって夜中に大声で騒いだり打ち上げ花火をしたらダメじゃぞ。このサイトのすぐ下は釣り場になってる。ニジマスやイワナ、ヤマメなどを釣ることができるんだ。釣りをやりたいときは受付で申し込んでくれよな。夏は水遊びもできて楽しいわよ。今度はバンガローに行ってみよう。私バンガローの中に入ったことがないのよね。バンガローの中はペット禁止じゃ。今日は特別に中を見てみよう。これは6畳の広さのバンガローね。12畳の広さのバンガローもあるよ。あっちの高床式のバンガローも見てみたいわ。階段は気をつけて登ってくれよ。このタイプは中にトイレもついてるんだ。窓からの景色もとっても素敵。釣りやバーベキューで汗をかいたらお風呂も良いけど、コインシャワーも用意してあるんじゃ。ここなら気軽に汗を流せるわ。トイレも綺麗なので女の子も安心ね。コインランドリーもあるので利用してくれ。キャンプが終わった後のゴミはどうすればいいのかしら。ゴミはきちんと分別して捨てるんじゃ。ゴミ捨て場にはちゃんと種類別に札がかかっているのでよく確認するんじゃ。バーベキューセットなどのレンタル品は受付脇の指定の場所に返却だよ。詳しい場所は係員に聞いてね。神之川キャンプ場に来たらタロとトコに必ず声をかけてね。わしも忘れるなよ。みんなぜひ遊びに来てね。